じゃ大変油跳ねますのでお気をつけください。できればこのナフキンも調理していただいて、
はい、ありがとう。12万。でも痛かった。私結構痛くするんだけど、痛いでしょ。大丈夫、いや怖いよ。ありがとうございます。
ございました。今日はごく普通の日の外食ご飯をまとめてみました。1軒目のゴールドラッシュさんは懐かしい方もいらっしゃるのではないでしょうか。私もつい語りたくなってしまう思い出がたくさんあります。そしてサムギョプサル、恵比寿のトンちゃん、すごくおすすめです。もう何十回とリピートしています。そしてお初の米田さん、美味しくて感動しました。母もすごく気に入り、今でもたまに会話に上がるぐらい2人でファンになっちゃいました。よかったら皆さんのおすすめメニューを教えてください。このチャンネルでは主に東京の美味しいものをご紹介しております。不定期更新なので、よかったらチャンネル登録、ベル通知設定をよろしくお願いいたします。グッドボタン、コメントも楽しみにしてます。それではまた次のご飯でお会いしましょう。バーイ。